はい、どうもどうも、小島です。今日もこちらクレヨンしんちゃんをオラ夏やっていこうと思います。特に朝晩メンバー変わりませんね。何かね、これも3週目なので、変わったところあるまでカットしましょう。へい。ぐるっと回って、1、2の3、シャキーン。恐竜も増えたな。餌代博士大丈夫なんかな？今日は秘密の場所で秘密の大会があるよということで、ララコちゃんからのお知らせです。一回準優勝までしたから、次優勝目指すか。お、悪の博士が大人に話を聞きに来て、って言ってたぞ。ん？でも大人が取材したら子供の新聞にならないからな。あー、なんか言ってたね。ねえ、大人と子供の中間のララコが行くのはどうかしら。中学生だから子供っぽいけどね。おー、それは明暗だ。え、なになに？お、新しい話になったね。うん。もう木曜なんだ。日曜日に変えるんだよね、日曜の朝。うん、これもまた3週目の新しいイベントです。今日は博士が発明したという恐竜を現代へ連れてくるタイムマシンについて話をお聞きしたいのですが、我が輩のタイムマシンが連れてくることができるのは恐竜だけではない。人も運ぶことができる。え？人？それはもう何度も実験して成功を確認しておる。え？どういうこと？え、今この世界にタイムマシンにやってきた人がいるってことですか？そんなバカな、確かに。いやいや、ここに本当にいる。我が輩も何度かやっておるし、実はしんのすけもそうなのだ。え？はい。どうやらしんのすけはカメラが初めて写真を撮ったその時タイムトラベルしてるようだ。つまり画像があることで我々の記憶に残った瞬間へ飛んでいるのだ。ん？画像があることで我々の記憶に残った瞬間。ん？じゃあもし恐竜がいた時代の記憶がどこかにあれば、それを道しるべにして彼らを答え返すことができるのですか。うん。その通り、道しるべとはなかなかうまいこと言うな。でも返すことは我が輩は許さない。え？恐竜は我が輩の技術力を誇示するためにこの世界に呼んだものなのだ。そうか、恐竜がいた時代の記憶さえどこかにあれば。絵本。世界の秩序を回復させる唯一の方法。はい。それを考えるのがララコちゃんの宿題となりました。これもしかして写真破いたら終わるんじゃない？では博士、聞きたいことが全部聞けたので今日はこれでさようなら。おいおい、こちら言いたいことがまだまだ山のようにあるのだぞ。なんか知らない話がボンボン出てきたんだけど逃げた。話が長くなるから逃げた。あ、今日は秘密基地で大会があるからそれも忘れないでね。はい。今日は忙しいの。そういえばさっきの取材で一つだけ言わなかったことがある。なんだろう。うん、写真じゃん。我が輩が自分自身にタイムマシンを使ったとき、移動先は私と私の母親がまだ若かった頃、懐かしい写真に記録されていたあの時代だった。はい。思い出とはとてもとても大切なものなのだな。はいはーい。おっと、幼稚園児は相手に独り言を言ってしまったようだ。で、また帰ってきたってこと？帰ってこれるんだね。はい、では大会やっていきますか。多分セリフも変わってないでしょうね。大会が始まる前ってやっぱり緊張する。あ、一緒だ。はい、恐竜バトルやっていきましょう。今回優勝したいですね。そういえば、キネが大好きなスペシャル強さが使えるようになったわ。あ、そうだ。強力な戦力になりそう。では、恐竜バトル大会開始！ 4 人と戦ってだから、うん、頑張ろうか。ティラノがあれ弱くね？なんか弱くない？まあ、いっか。スペシャル強そうにしよう。強いんでしょ。で、このカードがある。このカードがあって、これか。結構差ある気がするけど、まあいいや。で、お、ララコが1回戦なんだ。第2回になってる。しれっと。ララコに負けたんだよね、1周目。やば。これも勝ったでいいかな。アイコだ。はい、ララコには勝ちました。勝ってなかった。2位残ってる。グー。アイコだ。いけ。あー、くそ。ち。でも次スペシャル技が使えるので、スペシャル技使って勝っていきましょう。これ体力がね、低くてさ、まだ2回負けただけなんだけど、てか1回はスペシャル技でやられたんだけど、これ結構きついね。体力少な。で、火を吐いて終わり。ガオー恐竜って火吐けるんだね。はい、勝ちましたね。ガオー。じゃあ次行きましょう。はい、勝ちですね。はい、灼熱フレームで終わります。はい、終わり。では次3回戦目か。4人おるからね、4回戦かかんといかんとですよね。体力900おかしくない？よし、勝ったー。もうアイコしか出らんかったけど勝ったーアビー。で次決勝戦ラスト。カンタムロボか体力999おかしくない？私390しかないんだけど。分かった。決勝は流していく。いけ。グボン。でも990でしょ。ピエーンじゃねえよ全然減らねえじゃねえか全然減らんとだけど。次グーかな。どんぐらい食らうこれ。100。おお、いいねいいね。ダメージ少ねえ。チョキでいこう。アイコ。お、ちょっと待っておいおいおい。うわ、これ無理じゃねアイコになったら負けるわこれ。いた。蹴り上げた。相手スペシャル技でしょ。で次が私スペシャル技使えるんだけど、これ持ってかれるんじゃない？ 198 ぐらいだったら。お、倒れた。いやー無理。アイコ、アイコがあれば無理だ。負けたわまた準優勝かー。体力高すぎでしょ。もうち。じゃん、今回の大会の結果は優勝、ブーちゃん、しんのすけ準優勝。また2位か。そう、銀河さんに話しかけてみました。辛いカレーの食べ方、何かあるかな？お辛いカレーだったら別なことに使えるぞ。おう、例えば。反抗を自供しないと泥棒に食べさせる。反抗か。拷問の道具じゃないでござる。辛さの先にある宇宙との一体感なり、それは愛と勇気と友情の結晶で平和の象徴。思いつかんね。こんにちは。何か私に聞きたいことがあるみたいだね。何あ、食堂の新しいメニューね。ちびぽんラーメン。ちびぽん？もしかしてデコポンのこと？そういうとも言う。ミカの名前ここら辺の名産。そうそう、デコポン名産よ。美味しいよ。しんのすけはデコポンを覚えた。よしよしよし。あと黒糖とかそういうのもまた考えなんのかな。お、畑さんがいる。珍しい。しんちゃん。はい。なに、おばちゃん、俺のことそんなに好き？うん、好きはありがとう。これしんちゃんプレゼントしよう。とずっと折ってた。なんだろう。鶴の恩返しみたいにしばらく家にこもって折ってたの知ってる。俺は鶴は助けてないぞ。でもおばちゃんありがとう。これおパンツ？違うわよ。タペストリーといって大きな布よ。もらってくれてありがとう。え？タペストリー？あ、パンツ作ってあげようかしら。やった、パンツもらえる、次。あ、これだ、機織り工房からもらったの。タコストリーをもらった。なんでタコなんだ。タコまだ一回も出てきてないけどな。タペストリーとかけてるんかな。うん、なんだかこっちまで時々よしこくんを意識してしまうの。お、自分の娘と変わらない年なのに、机の配置はいけないのかな。なんだ、真正面だもんな。じゃあ、キャップのすぐ隣に行きましょうか。出てきた。いっそのことを同じ机でもいいですよ。冗談ですか。今日はどんな記事ができた？はい。これでさ、星増えるんじゃない？結構溜まってたね。すごいぞ、しんのすけくん。どういたしまして。ほら、あ、そうでもないか。うん。300、え、345人しか溜まってないの、今の量で。うんうんうん。誰も頑張って。で、よしこお姉さんと話すると。このシチュエーションのドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。よしこの思いは多分キャップに届いたが、それでもなぜかまだロッカーの陰に身を潜めて、キャップの姿を目で追うよしこ。そもそも彼女はかなりややこしい性格だったのだ。よしこお姉さん。はい。どうひゃー。しんちゃん、人のことをこっそり見てちゃダメよ。こっそり、もう思いっきり見とくけどね。新聞社の状況はこんな感じ。ででん。345人。新聞が大躍進。売り上げがすっごい伸びてるよ。でしょう。とやーおい。4000いった。君のおかげだ。しんちゃん活躍しすぎじゃない？どういたしまして。おめでとう。しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて新聞社が大きくなったよ。どんだけなったかな。新聞の名前はじゃーん。この前までワールドだったから。太陽系になった。太陽系。次は宇宙か。おめでとう。はい。あ、カードね。うん、めっちゃぐるぐるしてる。全攻撃が70アップ。さっきのは全部80アップじゃなかったっけ？今。で、次の目標が。あ、目標ないわ。え、じゃあこれで終わり？終わりっぽいな。これ以上上がらんってこと？ほら、あ、星5個になってる。終わりやね。我が社はしんのすけ記者の活躍で大幅に発行物が増えたんだ。でかしたぞしんのすけ。多分これ以上もう名前っていうか大きくならんよね。これが最大だと思う。幼稚園児が作ってる新聞としては、世界最大、ほら。まあ、なんて素敵なこと、もうやばいね。すげえジャーナリストになっちった。目指せ一流新聞記者終了。これってもしかしてよしこさんとデートできるようになったんじゃない？さっきの話、理屈は全然わからないけど、ララ子がそこまで本気だったら、お姉ちゃん全面的に協力するね、何の話？金曜の朝。はい。ララ子ちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた。うん。それは不思議な歌のようなものでした。はい。これね。王が眠る地に現れた竜。はい。恋多き乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち。うん。櫓の上に火を灯せ。うん。どういう意味なの？これは古代九州国の絵本のクライマックス。ヒヒコの村に恐竜たちが現れるシーンなの。博士から聞いた話では今までのタイムトラベルは全て思いや記憶が道しるべになっている。だからこのシーンをみんなの力で再現して、それを道しるべに博士のタイムマシンを動かせば、恐竜たちはすぐここからいなくなるはず。王が眠る地に現れた竜が現実になるなら、あっちの世界に竜、つまり恐竜たちが現れる。つまりここからあっちへ恐竜たちを移動させるってことなのか。すごいぞ。わからん。でもこういう大きい乙女と姉妹とそれぞれの伴侶役が必要。はっ！ん？こういう大きい乙女は、よしこお姉さん？姉妹はララ子とヨヨ子？伴侶役悪。え、そうするとなんかおかしくなるな。男女3人ずつ合計6人。誰がその役をするの？ララコしんちゃんもしかして。よしこお姉さんはキャップ。で、ヨーヨーコは、サブローか。姉妹の役は私たちしかいないでしょう。で、伴侶の役は、お姉ちゃんの伴侶はサブローくんでしょ？え、そんなこと頼めるかな？あと、恋多き乙女はよしこちゃん。おお。そのお相手はキャップ。お父さんの出番だよ。そんなこと頼めるのかな？何言ってるの？お父さんだってまんざらでもないくせに、ヒューヒュー。いつまでもうじうじしてないで。母さんのこと忘れて再婚しろ。おお。まさかの肯定派だった。なんつったってよしこちゃんピチピチよ。オラが立候補するのダメですかな？ダメ。いいキャップ。今日の晩ご飯までによしこちゃんに出演を頼んでくること。そしてよしこちゃんの伴侶はキャップ。絶対よ。そういうお前はどうなんだ、いつまでも一人じゃないか。サブロー君とはお付き合いしているのか？私は。時間が止まった。彼と結婚するから、おお。え？だからお父さんも幸せになって。いきなりだな。うん、わかった。今日よしこくんに相談してみるよ。で、オラのお相手は？私に決まってるじゃない。お。話がだいぶ進みましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。忍法狩りの銀河くんが仕事のことで困っているようなんだ。ああ、そうそう、辛い剣ってやってたね。誰かに悩みを聞いてほしいみたいだよ。忍者の悩みを聞かされたって一般市民の私たちには。手裏剣の飛ばし方とか、いや、華麗ですね。巻き菱の踏み方、踏んじゃダメ。踏んでどうする？おお。しんのすけ、巻き菱って知ってる？知ってる。うちのロンもあと32年。そりゃまあ、厳しいでしょ。ララコちょっと行ってみようかな。しんのすけこの後忍法狩りに集合ね。あとお姉ちゃんのキャップは先ほどの宿題をお忘れなく。じゃあ忍法狩り行ってくるか。畑さんがここにいるようになったね。昨日のプレゼントは気に入ってもらえた？あ、おパンツじゃないから履いちゃダメよ。あれあれどこにあったんだろう？部屋なんかあったんかな？夜確認しよっかな。あ、おったおった。どうもー、来たよー。なんか悩んでる顔しとんね。ん？お、麻生防衛隊来た。来た来た、遅いぞ。面白そうだから来たよ。今日は何があるの？百聞は一見にしかず。では、銀河さん本人にお話を伺ってみましょう。お主はテレビの敏腕レポーター？新聞記者よ。最近は鍵を継ぐことを若干意識してるの。そうか。そうだね。なんてね。銀河は長年研究してきた自慢のカレーが辛すぎて辛すぎて誰も食べてくれないことを告白した。悩みはなかなか根が深い。はい。そうなんだ。しんのすけは知ってた。うん。知ってたよ。じゃあどうすればいいんだろう。これは難しいぞ。ねえ、人間が食べれないのなら、恐竜に食べさせればいいんじゃない？えっへん。僕も今同じことを考えてたんだ。カズマってこのキャラだったっけ？本当かしら？そして、まさやくんのアイデアをやってみることになったのです。ほー。おう。食え食え。めっちゃ目つき悪い。目つき悪いなぁ。食っていいよ。うわぁ、皿ごといった。皿ごといきましたね。お？美味しかった？と恐竜に新しいカレーを与えると、ペロリと食べてすぐに完食。一瞬だったね。本人に感想を聞くわけにはいかないけど、どうやら気に入ったみたいです。ほー。あれ？まだ続いてるね。どっか移動しております。どこに行くんでしょうか。でん？火吹いた。え、そっち家の方面じゃない？え？モットーさんがびっくりしてるけど、後ろで。見ないふりしてる火吹いちゃったけど大丈夫？家燃えてね？今見てたあいつ火を吹いたよ。俺はすごいもの見ちゃったぞ。辛すぎたのかしら。でもうなずいてたし。恐るべし忍法カレー。ようやくは口に逃がし。どうですかご感想は。嬉しいでござる。いいんか。そしてセッションをやってみるでござる。食った。素晴らしい噂だ。体を突き抜ける快感。そして、体を突き抜ける辛さ。から、火吹く？お。吹いた。忍法を使えてる。カレー屋の主人、銀河忍も大満足の結果です。これの火を使って、やぐらに火をつけるんじゃない？それにしてもこの人、本当に人間なのかしら？どうなんですかね。しんのすけ、忍者を救う終了。おお。あ、中に入っちゃった。うちの新しいカレーが恐竜だけではなく、人間も食べられることが分かって本当に良かったでござる。今まで誰も食べていないカレーだったの？ははははは。そのようなカレーでござる。で、ここなんだよね。多分ここで燃やせるんじゃないの？ここで。なんか置いて。あ、でも特にないね。調べるはあるけど。調べたところでこれが来るだけだもんな。いや、別にいい。よしこさんに話しに来ました。何やってんだ？このシチュエーションはドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。ついにキャップからデートの約束をもらったよしこ。お。なんと、日の山食堂で一緒にご飯を食べることになったのだ。やったー！よしこの思いはキャップに届いた。それでもなぜかまだこうしてロッカーの鍵に身を潜めて、キャップの姿を目で追うけなげなよしこ。そして彼女はふとあることを思い出した。もし新聞社を大きくすることができたら、しんのすけと人生初のデートをするという約束があったのだ。よしこはしんのすけとの約束を守ろうと考えました。おう。デートする今から。いいよー。どこ行く？あ、ロープウェイ乗りたい。私の人生初デートだから。あ、いや。しっかりエスコートしてね。これ歯医者の方かどっちだ？テニスコート？エスコートよ。紳士的にね。お任せあれ。こう見えて立派な5歳児ですから。うん、立派だと思う。じゃあ最初は駅前の遺跡のところに集合。恐竜に踏まれないように気をつけてきてね。一緒に行けばいいんだけどね。おっとあった。来たよー。ここからいろんな事件が始まってるのね。そうだね、化石だもんね。はねはねー。私最初はここで発掘のアルバイトをしてたの。へえ。それがきっかけでキャップさんと知り合いになったの。人生何が起きるかわかりませんな。本当にそうね。まさか恐竜の骨が出るとは思わなかった。次はロープウェイの駅に集合よ。お！ロープウェイ乗れるもしかして。まだ行けてないもんね。あ、乗れそう。今から切符を買ってくるからちょっとだけ待っててね。どんな感じなんだろう。これに乗っていくの？そうよ。やったー。新しい場所行ける。グイーン。見えてたもんね。登ってるところとかも。まさかよしこさんと一緒に行けるとは思わんかったな。あ、こんな風景見たことないな。行けるようになるんかな、ここも。こんな感じでございます。全体像。これが上の方かな。うわー、阿蘇山。あ、そうそう、後ろ、そんな感じなんですよ。で、煙出とるじゃん。あれ、阿蘇山から出てるんですよ。ちゃんと制作者さん分かっとってすね。ちなみに半袖だと寒いです。どうだった？楽しかった？ほら、お姉さんと一緒なら何でも楽しいぞ。まあ、お上手ね。おー、噴火口。いや、寒いよ。みんな来るときはね、長袖持ってきたがいいですよ。このシチュエーションはドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。ギャップとヨシカはついに気持ちが通じ合う。しかしヨシカはしんのすけとの約束を果たすため、人生初のデート相手にしんのすけを選んだ。おー、かっけえ。どこ行ってんだ？こうしてしんのすけの実のなる子やその大輪の花を咲かせた。しんちゃん。はい。よしこお姉さん。うん。目キラキラしとる。終わった。楽しかったね、しんちゃん。じゃあ私は新聞社へ戻ってます。おー、クリアした。これもしか上行くようになったんかな？できないわ。一回きりだった。え、でもあそこまで作り込んだって一回しかいけないの？それは逆に。あ？危ないので先へは進めません。おお。今もなってなくない？今日はしんのすけから新メニューのアイデア発表があるそうです。お。デコポン。発表します。名付けて黒糖あんかけデコポンラーメン。来ましたね。そうきたか。あんまり意外性ないかも。あれいいと思うけどな。じゃあ作ったお店に出してみるね。結果はどうなるでしょう。気になります。だいぶ話進んだね今日。お？ララ子ちゃんが見つけたいにしえの記憶をたどり、はい、恐竜を過去の世界へ送り届けようとする人々。はい。そう。必要なことはすべて今までの経験の中にあったのです。ん？皆さん、今夜はお集まりいただき本当にありがとうございます。いたずら者のララ子ちゃんは昼間のうちにこっそりと博士の研究所からタイムマシンを持ってきた。すげえ。機械音痴の彼女はいつも触ったものを壊してしまうけど、確かに今回はまだ大丈夫。まだって言った今。スタンバイ OK。 音楽はいつでも音量上げられるぜ。イエイ、ありがとう。そして恐竜が自由に移動できないように、街の通りに彼らが好きな音楽を大きな音で流します。そうそう、カットしたかもしれないけど、恐竜ね、音楽好きなのかわからんけど、音流すとね、動きを止めるんですよ。なんだなんだ、何が始まるの？でほら止まったでしょ。スターンって止まるんだよ。怖っ。この体勢止まる。さあみんな音楽を聴きにおいでおいで。そう、こっちだよ。来るといいよ。カレーね、あの前におる。どんなにカレー気に入ったのかな。銀河さんおる？うん。では皆さん2人で1組分かりましたか？はーい。ではまずよよこお姉ちゃんと三郎くん、末永くよろしくね。はいよ。でどうなるの？うん。あそこに行ってんのかな。神楽やくらどっちか知らんけど。次はよしこちゃんとキャップ。本当に僕でいいのかな。はい、よろしくお願いします。はっ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 は。よしこちゃん、今日はいつもよりさらに綺麗。キャップちゃんとエスコートするのよ。では行ってくる。山田もっとさん、ぼーってしとる。では、行ってきましょう。じゃあな。で、ララ子としんちゃん。で、最後私としんのすけ。ほらもよしこお姉さんがいいぞ。ララ子ちゃんに失礼よ。案外お似合いだぞ。顔似とるしね。恐竜がいなくなって部屋になったら、よしこ姉さんも喜ぶよ。うん、それは大切。いけるいける。似とるよね、この二人顔。あ、やっぱここね。そして、今宵の宴が始まった。王が眠る地に現れた竜。おお、いい声しそう。恋良き乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、櫓の上に火を灯せ。お、火を灯すのは拙者がやるでござる。カトンの術。え、燃やすってこと？それになんかあったんかな。銀河は辛いカレーを食べて口から火を吹き、櫓の屋根に白い炎を灯します。すげえ、なんかレベルアップしたね。するとそこから細い光の束が天に向かって伸びていき、それは100キロ離れた福岡市内からも見えるものになったのです。これは大事件ではフルボリュームでミュージックレディーゴー。練習したのかな。みんなで踊ってる。さあ、ボタンを押す。ララコが押した。壊してない？ラララララ。どうなるんだろう。博士いなかったよね、今の場所に。ララ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 ラ。ん？光が消えた。あ、いなくなった恐竜。こうして全ての恐竜が過去の世界へ行きました。パチ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 。作戦の成功を祝うアッソーの人々。そして機械音痴でいつも触ったものを壊してしまうララコちゃんは、今回も大活躍。壊した？来た。なんということをしてくれたのだ。私の恐竜たちが、可愛い子たちが。ついでにお伝えしますと、ごめん、これ壊しちゃった。なるほどね。使ったと壊れたんだ。もう大変。爆発するんじゃないそれ。私ってこういうものを壊す才能だけは自信あるのよね。無駄な才能だけど。明る分布か。はっ壊れてる、壊されてる。勝手に取っていって勝手に壊されて、かわいそう博士。すごい壊れてる。もう大変。電源スイッチが入らない。弁償します。いくらすんの？頑張って。これの価値はそんな安っぽいもんじゃない。じゃあ今回はおかかのおにぎり10個でどう？100個なら手を打とう。1個100円として110、100、1000、まあ1万円。なんだその本は。これはあの本？これ博士が見たやつじゃない？それは姉妹が持っていた絵本かと思いきや。母が思わずここに持ってきてしまった読み聞かせの絵本なのでした。もしかしてこれ読んでたんかな。博士が手に取って開いてみると、彼が幼い頃に持っていたものと同じ絵本。こんなに無垢で可愛らしい世界だったのか。幼い頃の光景を思い浮かべる悪の博士、親が買ってきた大好きな絵本、それを読んでもらう至福の時間、遊園地へ行く約束の日に風邪をひいていけなかったこと、懐かしい、そしてちょっぴり寂しい幼き日々の淡い思い出。あの頃我が輩はおにぎりを持って遊園地へ行くことを友達に自慢したんだ。でも風邪をひいていけなかった。かわいそうに友達には嘘つきだと言われてしまった。風邪ひいたらしょうがないじゃん。大人になっていろんな発明をしても他人にその成果を盗まれたり無視されたり。我が輩は実にいろんな経験をした。かわいそう。いい思い出もあるが寂しい思い出が多いな。本当にいろんな経験をした。夜風のように届く声終了。悪の博士の悪なき野望終了。野望が終了しちゃった。タイムマシン壊れたから、しんちゃんはあれか、もう1週間。てか、これ最終回じゃない？戻ってこれってますね。喜んでるじゃん。やっぱこっちがいいでしょう。古代の町の中心にあった火の宮蔵。当時、九州を治めていたヒヒコの村に突然恐ろしい恐竜たちが現れて、村人たちがパニックになっている。逆にあ、ララコっぽい人が来た。こでな恐竜ば呼んで一体どこの部族の仕事じゃ。熊本弁じゃねえか。これ今でも通じますけどこんな恐竜を呼んで一体どこの部族の人がやったんだみたいな、そういう意味ですね。あ、ヨヨコっぽい人が来た。ビビコ、ビビコ飯畑。おい。今宵は焼肉じゃ。イエーイ。焼肉食われる。食われるためにこっち来た感じじゃん。はいはい。奴らに砦の建設は手伝わせるのはどうじゃろう。おお、天才か。タイヤ名案じゃ。タイヤ。わあ、ちょっと嬉しいかも。熊本弁バリバリ使っとってくれる。共演するのじゃ。おお。恐竜たちがタイムスリップした先は白亜紀ではなく古墳時代の九州でした。あ、古墳時代だっけ。もう恐竜はいないはずだよな。しのすけたちの行いが古代から伝わる。ヒヒコの物語を生んだのです。過去変えちゃったけど大丈夫？古代女王、ヒヒコの秘密終了。お？何がどうなってこうなったのか誰も分かってないけど。無事解決したようでよかったじゃない。まだ金曜なんだよね、実は。あと2日あるよね。あれ、土曜日に帰るんだっけ？あの人とあの人は仲良くなって、あの人とあの人がくっついたら、二郎さんとくっつく相手はもう私しか残ってないじゃない。嬉しい。待っていた甲斐があった。こういうのってなんて言うんだっけ。せいってことを子孫二郎。ということだ。ほい。もしいなくなった恐竜は本当にヒヒコの世界に飛んでいって、あの有名な伝承元になったのなら面白いな。まあ、俺たちアーティストの妄想なんて当たるわけないんだけどな。当たってるんだけどな。おお、なんかいっぱい集まっとる。恐竜がいなくなったおかげで、明日から今まで以上に定時運行に邁進できる。でも観光スポット減ったよ。毎晩お母さん呼んでる本堂博士が連れてきた恐竜って、全然似てないと思うんだけど。解釈の違いかしら。絵本の作者に意図を聞いてみたいわね。誰だろう、作者。まさかあの絵本が、こんなに有名なものだったとは。今日まで知らなかったわ。中古価格がいくらなんだろう。そういうことじゃないって。お、よしこお姉さんがおる。ねえ、キャップも見なかった。一体どこに行ったんだろう。男の人ってほんと複雑よね。多分、酒飲んでるよ。よしこくんを裏によこせって。子供は本当に直球症で羨ましいな。しんのすけが、うちの娘はよろしく頼みます。今日はどんな記事ができた？記事はできてないよ。では無事恐竜を繰り返せてよかったね。なんでこんな日にまで普段と同じように仕事してるのかって、それは明日もお店を開けなきゃいけないから。昼間はちょっとスペシャルだけどね。しんちゃんも今日はご苦労様でした。終わりか？明日は相当盛り上がるぞ。今から楽しみだな。何があるのか。なんだろう。結婚式？しんちゃんの新しいメニュー発売日？話しかけてきた人全員の同じこと言ってるんだけど、今日は何もかもがうまくいったから。なんか自信を取り戻しちゃった。例えば、今なら空も飛べるって感じ。怖いけど。今なら海も泳げそう。金槌だけど。ボロボロじゃねえか。恐竜がいなくなって本当に良かったでござる。探求心旺盛な拙者のこと。あのままだったら恐竜カレーを作っていたに違いない。恐竜がいなくなって本当に良かったでござる。ああ、良かった派なんだね。はい、というわけで夜終わりましたね。だいぶ話進んじゃったぞ。なんでこんなにまとまってんだ？こういう風になってんのかな？それとも私がイベント溜めすぎてたってことかな？新聞のイベントってもっと早くできそうだしね。で、多分、次で終わりになるんじゃないかな。では、寝ましょう。しんのすけ、大好き。キュンって。では今回ここまでご視聴ありがとうございました。次回はもしかしたら最終回になるかもしれません。それでは、ならねー。